神田明神に参拝すすることにに抵抗感を持つ人がいます神田明神に祀られる平将門が逆賊だからでしょう神田明神に限らずいろいろな先祖の絡みなどがあって何々神社系には参拝できないという人もいますそれぞれの家系に諸事情があるでしょうそして参拝者の気持ちが非常に大切です神は誰でもウェルカムですが 人の方にに抵抗感があれば、なりません。日本は矢をよる図の神々がいる国神社も数えきれないぐらい全国にあります無理せず数形できる神社に行けばいいと思います神田明神は三柱の神が祀られております一宮大名口と、二宮少な彦の御子と、三宮平の正門なぜ平の正門が一宮ではないのでしょうか やはりななののでで仕方がないのでしょうか関東一円を収めて親王を自称した平の将門東国の独立を目指した謀反人ではなぜそんな平将門が神になったのでしょうか平将門が崇敬した神は妙見菩薩妙見菩薩は北極星を神格化した菩薩逆に言えば北極星が仏の次元四次元に化身した姿が妙見菩薩 北極星イコール見菩薩北極星とは天であり宇宙の中心平将門は北極星のために生きていた平将門は天のために生きていた平将門は宇宙の中心のために生きていた当時東国に朝廷から送られてきた漢人は本来の果たすべき任務を怠り荒稼ぎと畜財に走りました東国の民たちは 搾取され礼遇されれ遇ていましたそこに平将門が現る人々は喝采して平将門を応援しました朝廷の横暴な支配に毅然と立ち向かい親王に即位して新たな時代を切り開いた英雄賛同できる方は平将門を応援しましょう神田明神を応援しましょう神田明神八坂 平将門は妙見菩薩を数計していました。平将門の守り本尊は妙見菩。薩。妙見菩薩の妙見の意味は、優れた視力で善悪を善悪や心理をよく見通すということです。妙見菩薩は北極星を神格化したもの。北極星は天であり宇宙の中心。妙見菩薩イコール北極星イコール中心。平将門は神皇と称し、東国。 関東の独立を標榜しましたが朝廷に討伐されました妙見菩薩の使いである平の正門北極星の使いである平の正門中心の使いである平の正門平の正門は非業の死を遂げましたが後の武士たちに多大な影響を与えましたこれ以降関東の武士が台頭していくようになったからです 平将門は源氏による武家政権鎌倉幕府の先駆けとなりました平野正門による政権樹立の試みはその後の日本の中心が関西から関東に移る最初の転機となったのです日本の中心が移るそんな大業が成就いたしました北極星の使いだからのなせる技でしょう平将門の天命は北極星の移行としての中心の移転でしょうか それなら平将門は見事な正代を贈りました見事にその役割を果たしました確かに平将門は志の墓場でその生涯を終えたかもしれませんがその志は後の者に継承され成就していますその後の者とは源頼朝源頼朝もまた妙見菩薩を崇敬していました 北極星の移行はこうして引き継がれ、日本の中心は関東に移っていきました。平将門は徳川家にも多大な影響を与えました。周知の通り、徳川幕府は江戸で関東繰り返しますが、その先駆けを作ったのは平将門平将門いや坂。